皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はメタルギアソリッドマスターコレクションボリューム1のファミ通紹介をしていきたいと思います。壮大なサーガを生きる過去と未来の戦士たち、アウターヘブン放棄に始まり、世界を何度も救ってきた伝説の英雄、メタルギアでのアウターヘブン放棄に始まり、ソリッドスネークは様々なメタルギアを破壊して世界の核の脅威から救ってきました。かつては特殊部隊フォックスハウンドに所属していましたが、 MG1 の事件以降は除隊しています。後に反メタルギア財団フィラムストロピーの一員として相棒のハル・エメリヒと協力して世界中に生まれたメタルギアの亜種と戦い続けます。ソリッドスネーク、キャラクターボイスは大塚明夫さんです。巨大な陰謀に翻弄されながらも果敢に戦い続けた若き兵士、タンカー編とプラント編で構成されているメタルギアソリッド2サンズ・オブ・リバティにおいてプラント編で初めて登場した人物です。テロリストの鎮圧と人質の救出が初の実戦任務になるも、大佐やローズマリーといった周囲のサポートを受けながら任務を遂行していきます。ライデン、キャラクターボイスは堀内健雄さんです。核戦争の危機から世界を救った影の英雄であり、伝説のザ・ボスを超える存在、ビッグボス。ネイキッドスネークはフォックスという特殊部隊に所属していました。ソコロフ奪還に失敗した後はフォックスの存続をかけてスネークイーター作戦に参加します。ザ・ボスの抹殺、各搭載戦車ジャゴホッドの破壊を成し遂げると、ビッグボスの称号をアメリカ大統領から贈られました。 後に彼の体細胞をもとにソリッド、リキッド、ソリダスが誕生しました。ネイキッドスネーク、キャラクターボイスは大塚明夫さんです。スネークやライデンを後方から支援する影の立役者たち、オタコン、キャラクターボイスは田中秀幸さん、ロイ・キャンベル、キャラクターボイスは青野武さん、ローズマリー、キャラクターボイス井上菊子さん、イーバーですかね、キャラクターボイスは渡辺美沙さん、ゼロ少佐、キャラクターボイスは銀河万丈さん、強敵たちオセロット、キャラクターボイスは戸谷浩二さんおよび山崎匠さん、ザ・ボス、キャラクターボイスは井上菊子さん、ソリダススネーク、キャラクターボイスは大塚明夫さん、リキッドスネーク、キャラクターボイスは銀河万丈さんとなっております。というわけで今回はこの辺で、メタルギアソリッドマスターコレクションボリューム1のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。